太鼓ジュニアのウクレレ動画。角前ウクレレ担当しております、はい。今回持ってきた角前の OS2 ですが、ちょっとマイナーチェンジをしておりまして、このサウンドホールの周りのローゼッタが今までのものとちょっと違う、そこが目印になるんですが、二重線引いてあるものは、トップの厚みだったり、内部の力木、ファンブレース、あとはブリッジプレート、そういった構造を少しいじってあります。で、今までよりももうちょっと店頭に置いてある時点でより音量の鳴りが楽しめるようなモデルになっております。前のモデルを弾いたことあったりする方であれば、ちょっと弾き比べてもらうと非常に分かりやすいと思います。
今日も最後まで見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げてきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マハロー。